まってるのかな。で、大輔さん、今日はよろしくお願いします。お願いします。第51回自己トークセンターバック論で今日は話していきたいと思います。センターバック論、センターバック論とか言うてますが言うてますが僕はあのセンターバックそんなに経験もないので。いやでもそうなんです、今年3バックで出てる試合も結構あるってさっき聞いてちょっと結構びっくりだったんだよね。そうなんですね。今日大輔さんとは今年2回対戦してまして。そうだね。その時は僕どっちもウィングバックで出てたんで。そう、右のウィングバックだよね。まあ、なかなか僕がセンターバックやってる映像は多分出てないのかなって思うんですけども、なんやかんや20試合弱ぐらいちょっと出てまして。なんだよね。はい、そうなんです。実は今年に関しては。めちゃくちゃウィングバックで攻め上がってるイメージしかなくてびっくり。その話も後でしたいなと思うんですけども、うんうん、まあ僕がその、うん、主にうちのチームは、うん、3バックやってるので、うんうん、3の右か左かっていう感じで僕は、うん、センターバックで出てるんですけども、うんうん、でその中でまあいろんな格闘を、うん、本当日々してまして、うんうん、なんかもう本当にこのもう僕28になるんですけどもそろそろ、うんうん、なんかセンターバックやっていろんな経験を、まあ、練習から試合から、うんうん、いろんな形でさせてもらうことが多くて、うん、でまあ本当センターバックもう本当日々勉強中って感じなんですけども、でまあ大輔さんという、まあ、YouTube でもセンターバック研究所というのをやってるぐらい、まあ、いろいろマニアックな視点をお持ちなので、そういうところいろいろ聞いてみたいなと思って。いやなんか見てくれてありがたいよね。いやいやいや僕結構見てますよ本当。あびっくりびっくり、めちゃくちゃ嬉しいよ。なんか一番最初、うん、ちょっとこれすごいわと思ったのが一個あるんですよ僕。おでそれまあもう今言っちゃうと、うん、ボールに背を向けないのが正解なのかっていう話した。あったね。うん、どんなシーンかって、まあ誰がそのシーンをやってたかっていう、そのそこまでちょっと覚えてないんですけども。うん、なそれを大輔さんが YouTube で取り上げてて、うんうんうん、まあ、これちょっと口で説明するの難しいんですけども。そうなんだよね、まあ、口で説明すると、うん、まあ、おそらくちょっとカウンター対応してるような状況で、うんうん、まあ、2対1、うん、まあ、僕が守備側だとしたら攻撃が2人いるような状況で、うん、2対1で攻められてる時とかに、やっぱり体の向きを変えるときに、ボール出されました、体の向きを変えるときに、その背中を一瞬見せて反転させてから、そっちの出た方向に対応するのか、うん、それとも、ずっとボールを見える状態の視野を確保しながら、ターンをして、そのボール出た方に対応するのかっていうような話を見たときに、うん、まあ、僕はなんかずっと、この体の向きっていうのはこれが合ってんのかどうなのかなっていうのをずっと考えながらプレーしてたんで、あ、これでいいんだっていうのはそこで結構に落ちたところがあって。そういうの自分でもやってたってこと？あ、もうこれに関してはいろんな人にも聞いてて、うん、うん、いろんな人にも聞いてていろんな人にも見てて、どっちが正解なのかって分からなかったんですよ。ああ、そっか。まあ状況にもよると思うんですけども、なんでそれを見たときに、あ、これって別に、まあ、どっちでもいいものであると思うんですけど、ね、そうだね。ああ、でも僕も、まあね、早く対応すればいいわけだから。そうですよね、うん、うん、なんでそのスピード重視というか、一回背を向けて、まあ、背を向けても一瞬で背を向けて反転することができれば別に対応できるっていうことが言われてたので、うん、っていうのがまず僕はその YouTube っていうか、まあ、それは Twitter で回ってきたんですけど、最初。うん、で、ちゃんと僕はリツイートもしてますし、おちゃっかりしてるんですけど。ありがとう。で、まあ、そっから結構、その大輔さんのセンターバック研究所の YouTube を見るようになって。うんうん、折り返してくれたのね。そうです。うん、で、まあ、はい。
で、まあ、いろいろそこから見るようになって、まあ、いろいろ、まあ、今日はそういう戦術的な話も含めて、いろいろ聞いていきたいなと思うんですけども。そうだね。いろいろ話せたらいい。でも、そのね、多分、体の、向き、反転の仕方みたいなやつで言うと、結構、俺、そのまま動画内でも言ったけど、実体験で、うん、俺も結構それ、いろんな人に聞いてたのよ、日本でやってる時に。うん、で、なんか、スペイン行った時に、その体の向きが、お前は違う。違うというか、まあ、それじゃ遅いと思うよって言われて直されたの、うん、なんかその体の向き、ボールがどこにあるかによっての体の向きっていうのをめちゃくちゃ言われるの、あの、うん、スペインでは、うん、俺がやったクラブのその指導者の人はすごくうるさくて、そこが今例えばじゃあなんかプロでやっててミーティングの振り返りの守備の振り返りとかでやって、うん、出てくるのってじゃあ失点シーンから遡って3シーンとか、うんが多いと思うんだよね、うん、だけど、まあ、向こうでやってるのはこう全体から見た時の全員の体の向き、例えば相手の右のセンターバックが持ってる時に、うん、自分のチームの右サイドバックの選手、結構対角にいる選手じゃん、うん、まあ、極端に言うと相手の右サイドバックが持ってた時のうちの右サイドバック、うん、もうほんとこの斜めにある、はい、選手がどういう体の向きしてる、どこの位置にいるみたいな、うん、ただお前の体の向きは本当はこうでもっと3メートルこっちだよねっていうようなこと言われる、そこがまず結構衝撃で、うん、だからなんか自分なりにあの意識してたつもりではあるけど、じゃあ絞るとか言われるじゃん簡単に、じゃあ絞るにもいろいろどうやって絞るかっていうのは何通りもやっぱあって、うん、じゃあセンターバックよりちょっと前がかりで絞ってんのか、まあ裸でやってると思うよみんな、うん、だけどそれをいちいち言語化してもらったのよ、うん、でそうなった時にその動画で話してるのはあれはカウンターの対応で、うん、あのスペースがある2対2ぐらいの状況の時に、うん、間合いが結構広くて、で逆にかわされたと、で俺ら1対1でそれやってる時に日本の指導者に、まあ俺らっていうか、まあ、俺は結構あのなんだろうな、田舎育ちで、あの本当に小学校の時にあの町のお父さんとかに教えてもらうてるようなこう田舎出身だったから、うん、あのなんだろうな、その当時は相手に背中を向けるのが基本だったの、うん、だから相手に背中を見せるなっていうのを教えられたから、うん、なんかそういう風に守備してたんだけど、じゃあ反転する時に逆取られたら、うん、そのコースにどれだけ早く帰れるかだから、結局はじゃあ守備の目的って、うん、まあ、あのゴールを守ること、うん、まあ、もっと言うとそれを奪ってゴール取ることなんだけど、うん、なんかそういうさ、あの守備の目的からしたら、うん、その時点でケツを向けるとか関係なくて、うん、ゴールを守るためにどれだけ早く帰れるかを考えろっていう、そのやっぱ効率的な考え方を考えたら、うん、確かに、うん、あの普通にこういうふうに反転すると軸足が落ちちゃうというか、まあ、お尻が落ちちゃって、うん、ちょっとやっぱあの反転遅いよね。でも、うん、普通にこの逆取られたままこうやって回転すると軸がやっぱ綺麗に回れるから3点早いよねっていうので、うん、なんか教えてもらったの一体じゃないで、それが俺お尻向けんなって言われてたけど遅いなってなんとなく感じてたから、うん、だから自分の能力だと思ってた最初あ俺反転遅いわって思ってて、うんうん、でなんとなく自分のどっちが反転遅いかって俺分かってるから、うん、まあ、こっちの反転俺苦手だから、うん、だからなんかだったらもうちょっと予測であの逆取られないようにとか、うん、ちょっとこう得意な方に誘導してとかって考えなきゃいけないなと思ってたけど、まあまあそういうのじゃなくて、うん、なんかそもそも速い方はどっちなんだっていう、なんか結構シンプルに考えさせてくれたから、うん、かそういう経験だったのよそれは、うん、じゃあ今も試合でそのようなシチュエーションが出てきたときっていうのは、まあなんか基本的にはその回転させるような方向でやろうっていう意識ではいるんですか？うんうん、そうだね。まあでもあれに関して言う、1対1とかに関して言うと、なんか1対1だったらもう間合い勝負じゃん。あの、うん、ここの間合いで行ったら自分絶対体入れるって間合いはなんとなくわかるから、うん、そこであれば別に反転とか関係なく自分で体入れれるんだけど、うん、例えばサイドチェンジされたとか、うん、いや俺が今ジェフでは3バックの左のセンターバックやってんのよ、うん、で
相手の左サイドから自分の裏に、例えばね、ウィングバックが俺の後ろ走って裏取ってくる時とかに、こうスペースがいっぱいある時にサイドチェンジされましたっていう時には、なんかもう自分の頭超えそうだなと思ったら、結構なんだろう、じゃあこっちにボール行くとしたら、こういう反転の仕方じゃなくて、こういう反転の仕方するっていう、で、あの斜めのコースに変える、っていうのは意識してるかな。その空中にボールがあるときは結構50で、相手が逆とか取れない状況だから、なんかそういうのは意識してやってるから、今話し合ったその自分の能力だったのかもしれないって話し合ったじゃないですか、能力の問題だったと思ってたっていう、僕もまさにそう思ってまして、でだからもう結局軸が右に行っちゃってるから、その回るじゃなくて、その背を向けずに対応しようとすると遅くなるってことは、もう軸が右に行ってしまったっていう状態を自分で作っちゃったのはいけないんだなとか。ああ、そうそう。で、思っちゃうよね。はい。まあ、でも絶対相手が縦に行こうとしたら絶対軸は右に絶対行くと思うので、それってやっぱりずっと二軸で構えてることって結構難しい問題なんだなっていうのは僕もやっぱり薄々感じてたんで、でそこからちょっと僕はなんか首の角度というか、この首の向きをあのちゃんと作っとくのって大事だなって思って、初めて聞いたかも。っていうのも、あのリハビリをどこまでしてた時に、どのタイミングか忘れちゃったんですけども、あの見た方向に体は動くよみたいなことを結構言われてて、あだから行く方向に先に目線を合わせろみたいなことをずっと言われて、でも確かに見た方に体って動くよ、動くなって、そう意識すると結構早く動けるなって僕は感覚があったんで、そういう体の向きしてる時でもやっぱりボールは見てるけど体はこっちで、反転した時もすぐ首だけこうやって動いて、その後に体がついてくるみたいな、なるほどなるほど、イメージっていうのを僕は結構自分で持って、そうなんだ、やってた。結構上先行な感じなんだ。そうです、僕はちょっとなんか上先行でも、まあなんか下のバランス崩れてる時はそれでやっぱりバランス崩れたりするので、まあ、基本的にはその自分が一番早く動けるような体勢を取ってる中で首の向きっていうのを、あでもね、それすげえわかるかも。わかります。なんかね、その言われてみれば海外の選手とかって、あの映像とか見ると、あの上体ずっと浮いてるのよ、結構こうコンパクトで攻められてる時でも、ずっとスラッて立ってて、俺ほんと最初やる気ないのかなって思ってたぐらい、スラッて立ってんのよ、なんかあの俺結構昔思ってたのが、細かい選手とかに対応する時に前かがみになってこうボールとか足元見てないと対応できないって勝手に思ってたんだけど、結構それって間違いだったんだよね。あの肩の力抜いてファッて立ってた方が横の動きとか全部に対応しやすかったりするんだよね。だから結構この状態が先行してて、まあ勝手にあとは足がついてくればいいやぐらいの感覚でなんとなくわかる。その1対1の構えのところって話ですね、今の話。そう。僕1対1の構えで言うと、僕もそのポジション取った上で手を結構、こういう手作るんですよ、わざと。こういう向きで。なんならキーパーが構えるみたいな。そのポジション取ってた方がなんかちょっと体もでかく見せれるし、圧かけられて。でなんかその左右に動きやすいなっていう瞬発的に。あ、そうなんだ。っていう感覚で僕。振られた時手使うの？ああ、めちゃくちゃ使いますね。振られた時は手こう。ああ、そっちですか。うん。そういう手の使い方はしないかもしれないです。うん。うん、ただまあその構えるってポジション取った時に、なんかそのキーパーチックな構え方して僕やってるなってちょっと思ったんで。なんかもう結構すでに面白いなって僕の中では思ってるんで。いや、本当大輔さんの YouTube 見てると、そこチョイスするかっていうような
ところチョイスしてますもんね。あのいやね、あれ結構自分のアウトプットに使ってて。ああ、そうそう。センターバックって結構なんだろうな、もう終わりないじゃん。やられ方ももう無数にあるし、めちゃくちゃミスもあるし。やっぱ今の段階でもやっぱりそうなんですね。いやもうね、わからんわっていうことばっかりで。ああ、そうなんだ。そうそう。だから自分の経験だけじゃ多分引き出しの増えるのに限界があるなって思ったの。あ、なるほど。だからその海外のサッカーとか、まあ、もっと言うと J リーグとかもなんか自分のポジションと当てはめて、うん、まあ、見たりするけど、うん、まあ、さすがに J リーグ自分で解説するのもちょっとあれなんか偉そうっていうか抵抗があって、でもまあ世界のセンターバックから学ぶことがやっぱ多いから、戦術も含めてね、うん、そうだからどうやってこの時守ってんだろうとか、うん、っていうのをなんか自分が今ちょっと見たいなっていうシーンをわざと切り取って、うーん、あ、こうやってるんかみたいな、うん、っていう風に YouTube でやったらちゃんとやるじゃん。そうそう。じゃあその YouTube に上げてるシーンとかっていうのは、もしかしたら大輔さんが試合とか練習でやられてた。そうそう、ズバリそうだと思う。あ、これできなかったなとか。うん、そうなんです。今あのそれできなかったから今こういうの見たいなっていうのをわざとチョイスしに行ってって感じだから。いやー、まあ僕としてはすごいありがたいですけどもね。その、まあ、大輔さんはアウトプットに使えてて、まあ、僕はそれをインプットしてアウトプットしてるんで、うん、いやでもそれはね、それもそれですごい嬉しいことだし、うん、やっぱ僕もセンターバック、まあ、今年3の右左やらせてもらってて、まあ、20試合ぐらい出たんですけども、うん、やっぱり本当いろんなやられ方僕も、うん、なんで、うん、でまあ当然もともと前の選手だったんで、うん、まあしょうがねえとか思われてるかもしれないんですけども、うんうん、やっぱりそれで済ませたくもなかったですし、うん、まあ、二度と同じやられ方はしたくないっていう、そう、まあ、だから自分のまあ試合とか練習で起こったそのプレー、うん、まあ、経験を、まあ、本当に次は絶対やらせないっていうふうに思って生かしてたので、まあその中で僕は大輔さんの YouTube とか見て結構勉強してたんで。やられ方無数にあるから、もう本当毎日だよね。あの、うん、だからミニゲームとかでもやられるじゃん、うん、もう一個一個がもう全部もう、うん、なんかやっぱね、ハイライトでもさ、やられたとこしか出てこないしさ、結構そこから立ち上がるポジションだから、うん、やられた分だけ引き出しは増えると思うし、うん、でそのさっきのそのマニアックな YouTube っていうところで、僕がなんかもう一個今ちょっとお話ししたのが、マークを捨ててボールにアタックしに行くっていう YouTube 上げたの覚えてます？覚えてる覚えてる。あれはチェルシーの誰だ、チアゴシウバかなんかが、まあ自分の後ろにリバプール相手でマネが走ったんですけども、ミドルシュートが打たれそうで、最後まで判断した上で最後のボールにアタックしてスライディング、うん、でまあ実際ボールは、うん、ね、は、うん、全当たんなかったんですけども、まあ、ボール自体はフォアサイドの方に外れてくれたのかな、うん、キーパーが止めたのかな、かそのシーンを見た時に、まあ、その YouTube を見た時に、うん、あ、なんかマークを捨ててボールにアタックしに行くのって、まあ、シュートだけに限らず、相手が例えばドリブルしてる状況でも自分の後ろにマークもいてもアタックしに行くことって大事だなっていうのをそこで結構前に思ったことがあって、うん、そのチャンスをやっぱり逃したらボールも当然奪えないし、うん、で逆にそこでボールを奪えたら高い位置でボール奪えることになるんで、うん、これは前線の選手もチームとしてもすごい助かるプレーだなって言ってて、でそれまではやっぱり自分のマークが後ろにいる状態で、うん、その自分のマークを捨ててアタックしに行くなっていうことが、うん、まあ、僕の中ではちょっとありえないかなっていう、うん、まあ、それだったらもう引いて引いて引いて見方を変えらして遅らせて対応するっていうのが、まあセオリーっちゃセオリーなのかなって思ってたんで、うん、その YouTube 見てから僕は練習でかなりアタックしに行きました。いや俺もあれ見てから結構アタックしに行くようにで、あれもなんか自分が今忘れてたりしたことで、うん、なんか結構さ、まあシステム同じじゃん、ジュビロも。で5バックやってるとさ、最後押し込まれた時に5枚で守れるから、まあ、5枚プラスボランチとかがいて、うんうん、そのまあ5-3とか5-4のブロック作ったら、うん、自分のスペースを守るとか、その人も割とはっきりするし、う
あのね、揃ってるのに出れないってことが結構起こってたの。自分もそうだったんだよ。だから人数揃ってるからなんとなくやられてないからいいやみたいな感じで、誰もボールに中途半端にアタックできてない状況みたいなのがあって、でもやっぱ海外の選手そこの決断めちゃくちゃ早くて、まあそのミドルが圧倒的に多いってのもあるんだよ。なんだけどその後ろにあの自分のマークがいたとしても、そのシュートに対してもうちょっとでもコースを切りに行くみたいな。でなんかあれのシーンでもそうだったけど、そのキーパーと一緒にミドルシュート守ってるんだよね。あの自分がじゃあもうニアのコースだけ絶対体に当てとくとか、パーのコース来たら俺の体に当てる、でもそっちが行ったらお前取れるだろうみたいなような感じ、キーパーからの要求ももちろんあるけど、それが結構なんか日本の守備の守り方と感覚が違くて、だシュートアタックする選手に対しては絶対どこかのコース切ってやろうみたいな感覚で出てく、その決断がやっぱ早いから、なんかミドル決められることとかも結構あったんだけど、なんかそういう時になんだろうな、どっかでみんな自分のマークにやられてないからいいやみたいなのがやっぱ怒っちゃダメだと思ってて、じゃあその自分のマークにやられるやられないとかじゃなくて、そのシーンに対して自分がどれだけコース消せたとか、どれだけ相手にプレッシャー与えられたっていうことを考えると、やっぱできてないなっていうのを思った動画だったのよ。そうそう、なるほど。まあ本当攻撃の、まあ僕結構前目の経験の攻撃で、もう本当ミドルシュートとか打つときに最後の最後までなんかギリギリになってでも体を投げ出してくるディフェンスがいると、やっぱりちょっと遠くてもやっぱり目には入るし、そうだよね、それがやっぱりプレッシャーになって結局最初の打ち出しのコースが変わるんですよ。でそれがゴールまでの距離って考えると、で結果ゴール外れましたっていう風になると思って、僕もやっぱり最後の最後体を投げ出すっていうことは、届かなくても大事だなって思ったんですけども、それすごい僕若い頃に水戸にいた時に、僕水戸高卒から4年ぐらいいたんですけども、当時柱谷哲司さんっていう、方が監督をやられてまして、守備のスペシャリストだね。で、本当に4対4の小さいことでの試合とか、結構3対3とかよくやってたんですけども、その時にやっぱり届かなくてもいいから、とにかく最後滑るってことよ。でもこれ、その時にやっぱり僕、いろいろ教わってたのに最近できてないんだなとかってちょっと思ったりもして。なんか、思い返せば基本なんだよね。なんか本当、この経験してたのにもかかわらず、なんかちょっと抜けちゃってたなって。これをまた、再確認できたっていうことだったらよかったんですけども、思い返しても本当、もうマンマークで4対4の練習とか見てもらって、もう4バックのセンターバックやったことある？公式戦ではないですね。うん、練習試合とかではあるんですけども、また3のね、センターバック感と全然また変わってくるなとはちょっと思うんですけども。そうだね、なんか今システムね同じような感じでやってるけど、例えばじゃあ右のセンターバック入った時に3枚の右のね、そのウイングバックを押し出すタイミングって結構難しかったりするじゃん。その相手に対して前からプレッシャーかけたいのに後ろに5枚引いてるわけにいかないから、結構その、今の主流って前からプレッシャーかけに行く時はシャドウの選手をセンターバックに当てて、そうすると、相手が4枚だと想定したときに、相手のサイドバックに対してウィングバックをスライドさせてあげたいじゃん。ってことは、右のセンターバックに求められるのってさ、前のシャドウを行かせるタイミングの掛け声みたいな。で結局、自分のところで刈り取りたいじゃん。そのコース限定させて、ウィングバックのところをサイドバックに当てて、サイドバックが苦し紛れにダイレクト斜め蹴ってきたところを、自分が前に出て取るとか、裏に蹴らせてそこから回収するみたいな、でなんかそういうなんだろうな、自分の個人的な能力だけじゃないところ、
まあ試合見てるとあんまりこう見えないところだけど、実際は前を2人動かして、でさらにボランチの角度もやっぱ言ってあげないといけない。でなんか3バックやってると結構動かさないといけないところが結構多いんだよね。でまあそうやって前から行かせるときと、あとはまあジュビロとかも結構見ててうまいなっていうか、まあ、やっててうまいなと思ったんだけど、そのしっかりブロック作るタイミングで5-4-1みたいな形でさ、サイドそんなに活かせなくして、でまあなんだろう、コンパクトを保つみたいな、そのなんかタイミングって結構その3バックのが担ってると思うんだよね。結構そこ難しく感じるときない？もうほんとそこを今年はずっと学び続けてるって感じですね。そうだよね。はい。もうやっぱり、その今おっしゃられた通りで、自分の味方をどうやって動かして、どうやってボールを奪うっていうことを、やっぱりすごい難しいなって思ってたんですけども、やっぱりそうですね。まあ僕、まあジュビルで言うと、シャドウのところに山田裕君とか結構出てたんで、山田裕之君と、まあ、選手は結構変わったりするんですけど、ウィングバックの選手とか動かすタイミングっていうのは、もうその声を出すタイミングとかっていうのをすごい意識はしてましたね。もう変わってきそうなタイミングで、もう次、はい、裕之君行くよって言って、なるほど、そこ入ったからねって言って、棒をかけたってとこは、もうところでもうウィングバックも自然とも言ってもらうというか、もう社長に対して声をかけるその熱量というか、その声量というか、そこでちょっとウィングバックにも感じてもらうっていうようなこともなんかちょっとイメージしてやってましたし、ただやっぱりシャドウとボランチとウィングバック3人を僕はうまく動かせなかったかなっていうのはちょっと思います。やっぱりシャドウまではなかなか難しかったかな。ボランチの人とウィングバックの間にいるような選手に対してボランチが見てくれる、見てほしいときはボランチに見てほしいとか、まあ、ウィングバックにちょっとそこはまだ出るなとかっていう声っていうのは、そこまではちょっとある程度いけたんですけども、波動に5をかけるタイミングっていうのはやっぱりちょっと距離もあったりとかして、なるほど、そういうのは結構苦戦したときはちょっともう一旦ステイって言ってトライアンドエラーだもんね。そうですね、そこは、うん、そっかそっか。それさ、ウィングバックやってるじゃん今。はいはい。で、まあ右のセンターバックでやるときもあるじゃん。はい。それどっちもやってみてさ、はい、感覚違った？そのウィングバックやったときは実際これめっちゃいけんじゃん、みたいな、とかあった？そうですね。あ、でもありましたね。やっぱりウィングバックやってるときは、いけるじゃんって思うんだけれども、後ろはやっぱりゴーじゃない時とかもやっぱりあったりしたんで。ああ、やっぱそうなんだ。ただまあ僕はその3での経験があったから、やっぱりウィングバックに入って、やっぱりシャドウに関してはとにかく喋ってますね、今とか。ああ、やっぱそうか。もう僕がなんならシャドウ動かすつもりでやってます。ああ、それでもめちゃくちゃ後ろ助かるからね。でもやっぱりそれはやっぱ3やったから分かること。そうだな、絶対そうだね。あと、ウィングバックで、じゃあ、例えば僕が右ウィングバックにいて、相手の右サイドバックらへんにボールがあった時とかって、ちょっと相手に攻め込まれて高い位置持たれた時って、基本的には絞るじゃないですか。そうね。僕は。絞って、まあ、うちで言うと左のウィングバックがちょっとそのサイドバックにプレスかけて、後ろ4枚になるじゃないですか。4枚の右サイドバックみたいな感じになる。はい。その時に、この僕が、ここのウィングバックで、この右のセンターバックの人に対しての安心させる声っていうのが、それめっちゃわかる。それも絶対センターバックやったからよ。もう今山本範道くんが右のセンターバックで出てるんですけども、もうとにかく、もう後ろ大丈夫だから、それめちゃくちゃ大事。もう後ろのカバー OK だから、とにかくその、まあ、うちで大井健太郎君が今真ん中なんで、健太郎君のカバー行ってって、こっち OK こっち OK こっち OK っていうのをずーっと言ってました。そっか。でも今もそれはもう絶対にやめないで90分間やり続けようと思ってて、
もうやっぱその辺でやっぱ硬さが出てるかもな。うん。なんでそのウイングバックの話にちょっとなっちゃってはいるんですけども、うん、やっぱり試合入るときとかに、うん、ああ、この間ちょっと試合終わった後に考えてたんですけども、うん、なんかもう7対3ぐらいで守備のことばっか考えてるなって自分思ってる。うん。うん。なんかなんならその3ぐらいの割合でも、うん、まあ、攻撃ってまあ、まあ、ね、うん、できちゃうっていう言い方はちょっとあれかもしれないですけども、で絶対攻撃は本能でやるからね。うん。なんか守備の方がやっぱり経験も少ないし、いろいろ考えることが多すぎて、もう守備、守備、守備ってなってて、うん、まあ、攻撃は攻撃でやっぱり出ていくこととか考えることもあるんですけども、それなりにやっぱり無意識にできてることもあって、うん、まあ、今なんかそういう状態でウイングバックやってるなっていうのは、この間試合終わった時ちょっと思いました。でもそれやっぱセンターバックの経験めちゃくちゃ良かったね。めちゃくちゃ生きてると思います、ね。うん、うん。なんか2つポジションやってね、それがやっぱ生きてんなって感じだな。うん、だこれがまた4バックやった時には、守り方全然違うわけじゃん。うん、うん、そうですね。そう、4バックのセンターバックって、もう、うん、多分今やったら本当にいきなりこんな広大なスペース守んなきゃいけないのって思うぐらいになるから、うん、そうなってくる、うん、まあチームのさ、守り方がさ、そのマンツーマン気味なのかゾーン気味なのかにもよると思うけど、うん、なんかそのセンターバックって適応力みたいなのが、うん、結構一番求められてるなって、だからそう人を動かさなきゃいけないからさ、なんかって思ってて、俺はあの今年4バックもやってたし、うん、3バックもやったから、なんか改めて、うん、やっぱそのセンターバックに求められる仕事って年々増えてるし、そのビルドアップのさ、うん、やっぱ最初の攻撃の1歩目としての能力を求められてるし、うん、なんかこうやって今結構ね、その守備でも可変したりとか、うん、ポジションをね変えて可変してきたりとか、まあ、攻撃なんかもさ、じゃサイドバック中に入ってきてとかって普通じゃん、もう、うんうん、でウィングバックがいるチームに対しては、うん、じゃあ、あの、ワイドがさ、うん、外をバーンってウィングバックをこう、釘付けにして、中をちょっと、うん、あの、前に出れなくしてとかってチームも増えてきてるし、うん、そういう、なんかいろんなことに対しての適応能力みたいな、が、うんうん、本当求められたなって、まあ、センターバックってポジションは、思ってる。うんうん、だからなんか、本当、まあ、昔がどうだったかはわかんないけど、その、オールドスタイルというか、うん、どっしり構えて跳ね返すっていうセンターバックってもう結構減ってるじゃん。うんうんうん、だウイングバックもできたりとか、うん、センターバックもできたりとかっていう、なんか複数できる、だボランチもできてセンターバックもできるとか、うんうん、結構そういう時代だよね、うん、なんか、うんうん、改めて、うん、やっぱセンターバックず、まあ、あのやってきてずっと大輔さんとかやられてきたと思うんですけども、どうですか、やっぱり楽しいですか、シンプルに。シンプルにシンプルに楽しくはないかも。あ、本当ですか。なんか俺楽しいって思ってるってよりも、まあ楽しいってなんだろうね、まあ試合に勝ったら楽しいよね、うん、試合に勝ったら楽しいって思うし、うん、まあ自分が例えばね、じゃあインターセプトしたりとか、うん、まあ喜び感じる瞬間もまああるとは思うけど、うん、まあ無失点に抑えたりとか、うんうんうん、だけど圧倒的に苦しい方が多い圧倒的に、うん、だからこそのやりがいみたい な、うん、なんかそこからはなかなか逃げたくないなと思ってやってきたプロ生活って感じだから、うん、今もそうだけど、うん、それがもうなんか癖になってるって感じかな、うん、だからほんとこのポジション楽しくてとかって思ってずっとやってない、うん、そうなんだ。なんか、それは僕の想像とちょっと逆を言いましたね。うん、なんかやっぱあの、ちょっとウィキペディアで調べさせてもらったら、うん、あの中学生ぐらいからセンターバックやられてるって書いてたんですけど、それは本当ですか？そう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 。でも歴も長いですし。そうだね。うん。まあなんか、僕はね、ずっと前の、ほとんど前でプレイしてきたんで、うんやっぱり点取ることとか、アシストすることっていうのにすごい喜びを感じていたので。私も点取ってるもんね。まあでも5点ぐらいなんですけど、うん、でもやっぱりセンターバックってなかなかね、チャンスで言ったらはるかに少ないですし、そうだよね。
まあ、どこにそういう楽しさとかを感じてやってんのかなっていうのはちょっと気になっていたところではあったんで、まあまあそうやりがいとかなんじゃないかな。でもいやそうなんだ。まあだからあの自分が前をもともと小学校とかはやってて、どん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 俺はポジション落ちてきてるから、なんかずっと前で残ってる選手一番すごいなって思うけど、純粋に。まあ大体みんな降りてきますね。大体そうだよ。みんな多分プロの今のセンターバックも、みんな小学校の時は攻撃的な選手で、そのチームで一番点取ってましたとか、多いと思うんだよね。そう。そうですね。まあ、僕も、なんならあの、フォワードで出てた時も結構あったんで。あ、そうなんだ。僕は今でもやっぱフォワードすごい好きなんですよ。やっぱり。フォワードできそうだもんね。フォワードやりたいんですよ。ただ、ね。やっぱりそんなことは別に、なんていうんだろう、想像で、想像するぐらいでいいんですけど、ね、今、ウィングバックもやらせてもらってて、すごい楽しいんで。ただ、やっぱりフォワードってね、やっぱりあんなに、いや、いいよ。それでちょっと聞きたいこと思い出したんですけど、そのチームでやっぱ持ってると、あの、大丈夫ですか？うん、大丈夫よ。チームで持ってると、まあ、フォワードの選手とかってやっぱりセンターバックの選手に比べるとやっぱりちょっとアバウトの守り方になってくるところではあると思うんですけど、例えばなんか僕ちょっと前にあの本で読んだ時に、海外の選手は、あのワントップの選手とかいたりしてストライカーって言われてる選手はなんか別にそんなに守備もやんない、俺の仕事は点取ることだみたいなっていうのを書いてたことがあって、でまあ僕も、まあ、そういうような感じの選手ってそういえばいたなとか思ってました。ただそういう選手も守備してもらわないと試合、試合としては成り立たないし、で動かすのにすごい苦労したなとか思ったことがあって、そういうとこってなんか思うことありますか？守備の選手。難しいやつだよね。これは本当に難しいな。でも、やっぱそういう選手いたけどね、やっぱり海外にも、やっぱ点取るのが仕事だから結構攻め残りしてというか、細かい守備のことを言われると、いや違うだろうっていうのと、まあ自分のタイミングでこう前にプレッシャーかけに行って後ろついてこいよみたいなのが結構あるあるというか。ではあったんだけど、まあ自分の一緒のチームでやるときは、その選手をどうやって気持ちよくやらせるかっていうのは、考えないといけないなとは思ってて、無理強いしてもダメな選手がほとんどだと思うから、自分がまず気持ちよくなってもらってると守備をもやってくれるかなっていうような感じで、理想は持っていきたい。理想はね。持っていきたいけど、やっぱ要求しないといけないとこあると思うから要求もするし、なんかそこは多分その選手の性格と監督とのコミュニケーションとがどうなのかといろいろこうバランス見ながらやるかな。なるほど。確かに無理強いしてもいいことな、そうなんですね。そう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 。だから、なんか最低限の守備ってはやってほしい。プレスバックするとか、じゃあ今ボランチ掴んでほしいとか、じゃあこのタイミングで出てってほしいとか、でまあいろいろこう試合を重ねていくごとになんとなく分かってくると思うんだけど、でもなんかその全部を自分が動かそうと思わないようにはしてて、最低限前の選手と横の選手は動かしてあげようっていうのの積み重ねで、例えばボランチとコミュニケーション取ってもらうとか、まあ試合終わった後にコミュニケーション取るとかっていうのはやるかな。でだんだんちょっと良くしていくみたいな。そう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 、うん、でここの あの時の追い方良かったねとか助かったわとかっていうふうに言って、どんどんこう覚えていってほしいなみたいな。自分が助かるようなプレーだったっていうのを分かってほしいなみたいなのはあって、まあいやなんか
すごいですね。素晴らしい回答が返ってきたって感じですね。で結構そこはなんか苦労したかな。向こうでもそうだし、日本でも、うん。なんか、センターバックって、そういう人がやるんだろうなっていうのを今聞いてて感じました。うん、僕なんかちょっとやっぱり、うんうん、感情的になっちゃうとこってやっぱあるんで、うん、それも大事なんだけどね、うん、言っちゃうんですよね多分僕は無理強いしちゃう。 あまりやってくれよっていうのをね、うん、やっぱりやらなさすぎると言っちゃうかなっていうとこあったんで、やっぱりその、うんうん、なんかゆっくり改善させていくみたいな感覚がなんかさすがだなと思って今聞いてました。なんか結構自分でコントロールしたいなと思って、前の選手とかにもね、うん、なんかコントロールしてあげたいなとか思いながらやってる時あったんだけど、うん、なんか今結構自分の中でセンターバックとして大事にしてるのが、その、うん、やっぱ自分でコントロールするって限界あって、うん、逆サイドまで自分がコントロールしようと思うなっていうのを、なんかそれってもう本当なんかエゴなんだよね、やっぱり自分の近くの選手を動かしてもう簡単にプレーするっていう、で最後の最後で自分があの止めたりとか、うん、まあなんか仲間に当たったりとか、そのボール、うん、シュートブロック当たったりとかのところで、まあ貢献できればいいやって、なんかどうしてもやってると、うん、俺がボール取ってやろうとか、うん、あのここで弾き返してやろうとか、うん、まあ攻撃もそうだけど自分がいいパス出してやろうとか、そ結構ね、うん、そことの葛藤がすごいあるんだけど、だけどなんかセンターバックやってて一番やられる時って欲がある時なんだよね、やっぱり。もう一回負けてるからこいつに絶対ボール取ってやろうと思うと入れ替わっちゃったりするのよ。で自分がじゃあ結局シュートブロックできた時とかボール取れてる時ってどんな時だろうって思い返してみた時に、うん、割と何も考えてなくて、うん、なんかいい状態に入ってて、気づいたらボール取ってたわとか、うん、気づいたらシュートブロックしてたっていうような時がまあ、うん、そういう時だよなって思って、なんかそれって自分の中に欲はないじゃん、うん、そう絶対もうこいつからボール奪ってやろうなんて思ってないのよ、うん、気づいたら奪ってた、あいい感じだわって思ってるみたいな、うん、だからその試合入った時とかに前までコントロールしようとか、うん、逆サイドもうちょっとこうしてやろうとか、うん、でこの目の前の選手に絶対負けない、あのボール奪い取ってやろうとか刈り取ってやろうとかって思うと、うん、俺の場合はなんかあんま良くないかなとか思って、なんかそれがまあセンターバックとして大事な要素の一つではあるのかもしれないなみたいな、うん、いや今なんか聞いてて自分が失点に絡んだシーンがすごい想像やっぱなんかそういう気持ちだったなっていう、めちゃくちゃあるよこれも、いやなんても今思い浮かびましたね僕自身今、うん、もうほんと毎試合もう毎日こう自制しながら、うん、またちょっと出てんなみたいな終わりのない、うん、なんかやっぱ前の僕は前目結構多いんで、うん、絶対点取ってやるとか絶対僕が活躍するって思ってる時って、うん、やっぱりゴール前で冷静な判断できなかったりした経験がすごいあったんで、まあ、そういう気持ちは持ちつつ、うん、まあ、やっぱりちょっと言語化するの難しいんですけど、ちょっとどこかリラックスして、うん、あのやっぱりあのゴール前っていうのを結構やっぱりプレーするのが大事かなっていうのを思ってた、決め続けてる時の状態みたいな感じだよね。うん。な、本当この間とかもあの前節点取れたんですけども、うん、もう全然その自分が点取ってやるって気持ちだけで入ったっていう感じではなくて、うん、やっぱりそういう状態の時ってやっぱりいいボールが来たりして、うんうん、まあ、やっぱりチャンスが来たりするんで、うん、やっぱりそういうのってすごい守備においても攻撃においても大事なことなんだなってはちょっと思いましたね。そうか、それ、まあ攻撃でもそういう感じなんだね。なんか、まあ、俺が絶対点取ってやるからっていう選手も結構多いじゃん、うん、攻撃だ、うん、まあ、人それぞれではあると思うんですけどね。うん、今の話聞いてると、1対1を1対1だと思わないっていうか、あの大輔さんが YouTube で、うん、1対1なんだけど、1対1じゃないっていうことを言ってたんですけど、うんうん、覚えてます？覚えてる覚えてる。あの、アスピリクエータが、ペペか、うん、サッカーがちょっと分かんないって言ってたんですけど、うん、あえて左利きの選手に対して左足のコースに持たせていって、うん、コース限定していって、
まさにそういうシーンとかも自分が奪ってやろうとかって思うと、多分左利きだから左のコース消して、そう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 、右に行ったところを奪ってやるっていう気持ちになると思うんですけども、まあ、全体を見てると、まあ、そのやっぱり相手が向こう数的有利だから、こっちのサイド切って自分の方に誘導するとかっていう冷静な判断にもつながってくるなって。そうだね、うん、でも目の前の相手に対してどうやってやろうってやっぱ考えると、うん、結構そうなりがちで、うん、なんかそのボールの位置と周りの状況を見て、うん、もちろんやられるときはもうやられちゃうんだけど、うん、確率的にはまあそれでチームで守れるみたいな、うん、こういうのってあんま評価されないとこだから、うん、カウンターの対応もそうだし、うん、それがやっぱりどうしてもこうどこでじゃあ自分がアピールするんだみたいなじゃないと自分がの存在のしてる意味みたいなのをこう、うん、示せないじゃん、うんうん、プロでやってる以上インパクトっていうのは大事だと思うから、うん、やっぱり、うん、そことのこう兼ね合いが、うん、未だに難しいけど、うんうん、いやーなんかそれはすごい、なんだろう、見てる側の人もやっぱりね、うん、ちょっとレベル上がっていってもらわないといけないところであるかなと思いますよね。そうだね、うん、やっぱりハイライトとか見てても、うん、じゃあ相手のシュートを、もうシュート打つ前のシーンでボール潰せたスーパーディフェンスだったとしても、うん、そのシーンがハイライトに映ることはないんで。そうだね、うん、やっぱりそうなってくるとどういうプレーしてたんだろうってハイライトしか見ない人とかもいたりするんで、うん、インパクトってちょっと薄れますもんね、そういうところ。なのよ、うん、もね、もっと言うとハイライトに映ってないとこでもなんか地味な仕事してるかもしれないしね、うん、まあ、前の選手もそうだけど、その前線の追い方とか、うん、そういうとこは結構。でも大輔さん今プロでやって14年目ですか。でもずっとセンターバックで14年もやってるなんてやっぱ本当すごいですね、本当。いや、14年、まあそうだね、できると思ってもなかったけど。あ、そうなんですか。うん、最初、だって3、4年ぐらいは試合出れない方がね、ずっと。あ、そうなんですか。うん、うん、で3年ぐらい試合出れなくて、スタメン掴んだのも4年目の途中とかだから、まあ、高卒だから若かったっていうのもあるし。うん、だけどもう3年契約とかだからもう、ああもうダメだかもなって思った時もね、やっぱあるけど、うん、まあラッキーも重なってって感じだけど、まあ本当誰かが怪我してとか、そうそう、分かんないからね、うん、本当今出れてない選手、若い選手とかもね、どこでチャンスが転がってくるかっていうのもやっぱ分かんないですからね。そう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 、うん、まあ、だからその若い選手とか、うん、まあ、さっきさ話あったけどさ、やっぱフォワード出身の選手が多くて、そこからプロに近づくにつれてセンターバックっていうのは結構王道パターンで今、うんうんうん、なんだけどその今話してるさ、じゃあ3バックの守備のやり方とかさ、うん、1対1の守り方とかってこれだってフォワードとかやってたら学べなくて、うんうんうん、プロに近づくにつれてセンターバックやるから、そこで初めて学ぶじゃん、やられて、うんうん、これ俺遅いなと思うんだよ、うん、まあ、能力的にはまあどうなんだろうな、その能力的には上がるのかもしれないけど、前やっててね、うん、そのだけどその今センターバックに求められていることとか考えたら、うん、じゃあ結構ちっちゃいユースとかジュニアユースとかから、うん、こういうなんかちょっと座学じゃないけど、うん、こういう風に人を動かすのがセンターバックって仕事です、うん、こういう風にボールを運ぶとか、うん、ビルドアップでこういうことをしますみたいな、うん、こう分かった上でセンターバックやってる人がいれば、もし、うんうん、てか自分がそうだったら、うん、もうちょっと早くから気づけたらって、その、うん、今14年やって初めて、うん、ね、そういうことをやられた中で、うん、自分があのこういうこと大事なんじゃないかなってこうあの思ってることはあるけど、うん、もうちょっとスタート地点早められたなって思ってるんだよね、その14年の中でもそうだし、そのユースの時でもそうだし、高校生の時でもそうだし、うん、だからそれをこう高めてあげるためにも、まあ、YouTube で発信したりこういうところで話したりとか結構大事にしてて、うん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 、なんか
一人でも多くのこうセンターバックやってる人たちとかに特に、なんか見てほしいなとか思うんだよね。こういう話、このプロが今センターバックやっててこういう風に感じてますみたいなの。いや、本当本当僕もそう思います。ね、僕なむしろプロになってからここ2年ぐらいの間でそのいろんなことを学んで、やっぱりそれでも結構自分の中で成長を感じるので、うんうん、でこういうことってまあこのポジションに今の状況でやれてるから分かったことではあるとは思ってるんですけども、そうだね。じゃあこういうことを高校の時にこいつらは考えてやってたのかな、うんうん、だったらやっぱこのレベルまで行くわなって僕もやっぱりそういうこと思ってたんで、そうだよね、うん、うん、それは守備に限らず攻撃のことでもやっぱりいろんなこと思うことがあって、うん、まあでも本当に今からいろんなことを学んでいこうかなって、うんうん、もっと爆速で成長していかないといけないなって思ってるんで僕は。あ、同じく僕はその中であのセンターバック研究所はもうそのツールの一つとして役立たせてもらって、いやありがたいまあ別に俺のプレーから学んでるわけじゃなくて、あの世界のセンターバックから学んでるってことだから一緒に学んでいくっていうスタンスだったね。あの大輔さんのプレーもこれから注目して見ていきたいと思います。いや大丈夫大丈夫、いいんですか研究しないでそこは。いやいやいや、いますよじゃ あ, あの言ってな、俺があのうわちょっと大輔さんよく出てましたね今のって。あ、言っていいんですか。言って連絡もらったらそこで自制するから。そうだよね。いやでもまあ実を通してこうやって出会うことも、ね、まあ出会ってたとは思うんですけど、試合でも対戦したんで、まあ、がっつり話したのはね初めて、はい、うん、まあ僕ツイッターフォローしてて、まあ、大輔さんからもツイッターフォロー返ってきてて、うん、なんかちょっとなんか気使わしちゃったなとか思ってたとこもあって、いや全然全然全然まあそれで試合の時挨拶行こうか行かないかずっと迷ってたりもしたんで来て、まあ、まあここでこうやってちょっと時差通してですけども話したんで、まあ今日は本当、まあ、結構なんやかんや喋ったんで、まあ、この辺で終わりにしようと思うんですけども。そうだね、ありがとうございます。いや本当楽しかったです。勉強させていただきました。いやいや、ありがとうございます。いやちょっとこれからも残りのシーズンお互い頑張りましょうっていう、はい、まあもうね対戦は終わってるしね。そうですね、対戦終わっちゃいましたけど残り9試合あるんでね、また休止あるし、まあ、長いキャリアやってたらね、どっかで一緒になるかもしれないし、また対戦することもあるとは思うし、はい、うん、これから先もあのプロとしてもそうだし、あの同じポジションとしてもよろしくお願いしますって感じです。よろしくお願いします。お願いします、はい、じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、この辺で終わります。失礼します。